ちょっと俺がまあもう一つ気になるところは、今日読んだ一つは、落合となんであんなにくっついたの。なんでくっついたって。くっついたって言い方おかしいんだけどさ。先ちょこっと世界大会。うん、そっから、うん。あ、それが最初。落合さん東芝なんですよ。うん。僕住みにやったから。そうなんだ。はい、東芝であいつ。ねえ。遡るんですか。そう。落合さんは、ね、東芝府中なんですよ。うん、ああ、そうかそうか。で、落合さんができた時はね、うん、そんなまだ。なんか強くない、うん、本社の東芝の方が強かった、うん、なるほど。で東芝府中に、うん、いいバッターがいるよって噂は聞いてたんです僕らも。ああその頃から予選で3打席連続ホームラン打ったとか、うん、で都市対抗は東芝府中は出ないけれども、うん、NTT とか日通とか他のところで補強で出てるんです。うん、で僕が社会人入った時にやっぱり山本一さんが、うん、今度はすごいのが来るからなっつって会ったのがきっかけです。でその時に俺と福間さん、うん、福間、はい、の、はい、うん、一緒同期でしたよ、はい、そうです、うん、福間さん、それから、うん、陶器さんっていうのは近鉄入ったドラフト1、陶器はいたかな、はい、うん、これで僕がいて、うん、ね、あの木田もそうです。ああ木田、一般さん、はい、うん、受賞した、うん、あと誰だっけな、何人かいた、うん、で、そこに野手で俺と高城が一番下だったんです、うん、法政の高城、法政のキャッチャー、これが1年生です。あ、違うわ、うん、あ、そうかそうか。でそこの上に落合さんが1個上ですから、うん、あとね、6大学のすごい人たちがいたけど、うん、みんな打てなかったんですよ。あ、でキューバでオランダでね、オランダハーレム大会行ったのが、インターコンチの世界大会の前に、うんうん、そこでやったんですよ、うん、でキューバに初めて日本が勝ったんです、うん、それが、あ、そうかったね、落合さんがね打ってババーンって2発ホームラン打ったんですよ。あ、そしたらあのビネンです、すごいピッチャー、うん、ガボーンってやられた、やっぱり来るんだよね、アマチュアでも来るんだよ、これで結局世界大会ではね、打てなくなって、もうあとそれで一発でこれで結局3位だったんですけどね。あの時初めて9番に勝ったのは その時だけです。あれ落ちやで1球上1個です、中川さんと一緒です。ああ、そうか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 、日発です。あ、そうか、まあ、そんなきっかけかな。そうですよ、ほんで向こうもしかしどうやって見てたんだろうね、森重を。一緒に、うん、一緒に旅行行くじゃないですか、遠征行くじゃないですか。うんうん、だから野手とピッチャーってあんまりね、うんうん、普段からないんですけど、まあ、まあ、ちょこちょこそんな話したり、いろんなところで写真にも写ったりしてるから、うん、そんな話はしてたんだ。向こうの方が、うん、僕が年下って分かってますから。なるほど、まあ、それから一緒にプロに入って同期ですから、うんうん、ロッテと西武じゃないですか。うん、ロッテと西武で僕、ロッテを2年前断ってるから。あ、なるほど。まあ、試合なんかやってもすごいやじられたりね、うん、もう悪いあの頃の同じぐらいの人がいっぱいいたからね、もうしょっちゅう喧嘩になりそうになる、うんうん、で、落合さんがちょっと二軍じゃないですか、うん、最初だったんだよ、最初だったんだよ。西武との試合で、イースさんの試合で来た時に、うん、寄ってたり話はしてたんですよ。あ、で、落合上がってきた時に、まあ、約束事で、レオ人形はどうしても欲しいと、うん、レオ人形、レオ人形、うん、まあ、子供生まれたし福祉にあげなきゃいけないから、で、まあ、うん、いつも勝利投手とかホームランだってこんなでかいレオ人形をもらってたけど、うんうん、あれをくれると思ってるんですよ、落合さんは。なるほど。で、あれを返して、うん、このぐらいのちっちゃいのもらう、それをあげたんですよ、うん、で、条件は僕からホームラン打たないでくださいよって言って、わかったって言って、うんうん、ちょっと次の年になったらちょっとあれよりでかいのがいいなぁとかって言ったんですよ。でそれからまだ全然打たれない、うん、ヒットはね、いいやつ、でホームランずっと打たれたら、うん、僕から打ってない、本人も思ってるし俺も思ってる、うん、なる、一本打たれてないんだから一本で打たれてたんですよ、へ、本人は打ってないって言うんですよ、僕も覚えてない、うん、川崎球場にね、うん、フラ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 ってパトって上に当たって向こうに入ったら、うん、なったことある、うん、でもどっちにも俺にもそんな無害だったから、うん、覚えてなかったんですよ、うん、それで、レオニーが毎年、初めての試合で上げてたんです。あ、そう。それから重なることがなかったんですよ。なるほどね。日本ハムに、お茶なんか来た時も敵だし、うん、もちろん、僕が参った時もみんないないし、うん、そうだね、全くいない。で、ちょうど横浜を辞めて、うん、辞めて、車に乗って家に帰る時に、うんうんうん、電話かかってきたんです。やっとその頃、携帯が持てるようになってますから、みんな。あ、そうか、そうか。え、それ何年ぐらい？2003年です。2003年か。2003年の横浜スタジアムの最終戦ですから。うん、で、横浜当時は誰だったっけ、森さん監督。監督森さんだったけど、森さん途中で辞めさせる。辞めたよな。で、俺ももう辞めますっていうことで。その時に山中さんがいたんです、横浜に。あ、
悪徳山中がいたんだよ。いつもじゃん、すごい悪徳。山中さん、ね、アマチュアなら横浜にいて、いたら早く俺を首にしてくれと、なかなか俺だけ言ってくんないんですよ。あ、そう、みんな首切ってんのに、もう山中もう終わりだったら言ってください、ね、でもそこまでやってきた人だから最後まで、でも決まってますねって言ったら、もう終わり、みんな決まってるみたいだ、じゃあいいですって言って、言ったら俺電話、お前首にやったらしいの、うん、ちょっと手伝わねえかとかって言うから、そう、え、何、いや、コーチだよって、うん、おー、分かりました、いや、いいかって言うから、もうこっち考えちゃうよって言うから、分かりました、いいです、お願いしますって、そんな話してたら、で、待てよ、どこの監督だよ、どこのチームなんだろうって、その時は分かんなかった、聞いてないですもん、どこって、おうおうおう、あ、そうだ、でもあの人、うん、日本ホームで終わって、うん、終わってるし、ロッテ日本ハム、あ、中日も行ったか、中日も行ったか、うん、そうか、どこでもできんだと思って、うんうん、最終的にずっと分からず前、ずっと、ね、新聞に、うん、野村さんだ、うん、あの子、なんだかんだ、星野さんだ、うん、いろいろ出ましたけど、うん、結局の落合って名前が一回も出なかったんですよ、うん、あれ、俺騙されたかなと思って、ただ最後の最後に落合ってと、うん、中日とか全く中日知らないじゃないですか、戸澤もいいとこだし、それで、それからです。はあ、でもまあまあそう、2つあるけど、落合を持ってきた中日ってもまたすごいね。え、落合を中日の監督にしたっていうのもさ、それは今までは、うん、オーナーはじゃない、うん、いろんな人がいるかして、うん、白井オーナー、今辞めましたけど、うん、白井オーナーはどっちかというと、そっちの刑事じゃなくて、自分は預かった大島さんっていう人の預かりで、うんうん、白井さんの息子と大島さんの息子がにバトンタッチができるまでは、うん、とにかく勝ってやりたいんだ、うん、渡したいっていうのがあって、うん、でもうこの何回もやってどうのこうのもう他にいないのか他にいないのか、うん、50人ぐらいの名前が出たって言ったから、うん、その時に、まあ、その中に俺の名前は出なかったけどねそれで、ね、うん、こっちはいるじゃないかって決まったらしい。それもでも眼力っていうかさね、後々のことを考えるの。で、その落合が監督になって、やっぱりそれは組閣を考えるわな、それは当然なら。だからもちろん、その時に、うん、あの条件は、うん、あの落合さんが言ったらしいですよ。いろんな条件はね。うん、あの何年で、うん、でからコーチはこうで、うん、その代わり球団もこう、こういう人たちを入れてくれと、ね、うん。まあ、テレビ局の関係もあるし、まあ、ってことで、OB の、うんうん、こう考えたら、みんな中日やってるから、落合さん知らない、それはみんな知ってる人だけですよ、うんうん。知らないのは俺と石見だけですよ。石見ね、石見ね、阪急にいた、阪急だ、石見ね、うん、それ以外はもうみんな関係者、そうそうそう、みんな中日関係、あの高島も行ってやったことあるし、なるほどね、あと宇野がいて、高浜さんがいて、うん、いた、だからみんな関係者ですから、あで、まあ、そこで、その落合からはどんなこと言われたの、結局やるときに。いや、ピッチャーのことは分かんないから、頼むだろ。ああ、やばい、そう、それはすごい。それはもうまあまあ、それみんなそうやって言うじゃないですか、まあ、今まで我々の時も言うけど、ピッチャー頼むちゃんとやるから頼むぞって言われてたけど、うん、いざ言ったら本当に全部、あ、そう、監督に今日の予定、まあ、流れはねこうだけど、うん、後のことはピッチャーのことは頼むよって言われて、うん、そうすると全部ピッチングコーチと我々の方に任せてくれたので、うん、すごい楽は楽なんですよ、うん、決まったことを報告するだけでいいわけですから、うん、ただそればっかりやってると、うん、あの何も言ってくれないと、こっちもちょっと不安になる、不安っていうか、結果が出ればいいんですよ、うん、出てないやつもダメだと思う、うん、でも、先発ピッチャーぐらいはって言ったら、いや、先発ピッチャーいいよ、君は、俺先発ピッチャー聞いたら誰か喋っちゃうと嫌だから絶対、人には絶対喋るなっていうのはまず言われましたから、とにかくね、あの我々は中日スポーツとか中日新聞とか中のこと知らないんですよ、うん、初めてなんで、うんうんうん、最初はね、ただ初め必ず先発ピッチャーがあの頃はまだ決まる予告先発じゃないですから、うん、そうそうそう、全部当たってる、全部当たってるんですよ、うん、うちの先発ピッチャーは、ね、見たとね、いつも、うん、おー、さすが研究してんだなと誰も言ってないし、うん、まあ、それはやっぱりね、あ、監督もなんか引っかかったらしい、やっぱそれはおかしいよね、うん、だって放置がさ、巨人の先発ピッチャー全部変えてたんだよ、当たってたんだよ、そうなんだ、からそれがあって、それはやっぱりいかん、うん、それは嫌だと、うん、なるほど、だから一切この公示会議とかいろんなことやったことは表に出さないようにしてくれっていうのがまず一番項目にあってもらう、あ、本当、それとはまず
あの手を挙げては困ると、うん、選手を叩くこととか殴ったそれやめてくれ、あの人お茶でもずっと名古屋にいたけど、うん、まあまあ千さんもいろいろやるのは知ってたけど、うん、それがみんな嫌がって怖がってるのがいる、一緒にいたからもうそれはやめてくれと、それやったやつは切るよってはっきり俺にも言いましたと、一筆書かせよって、あ、まあそのぐらいをやらないってことは決めたらやらないですけど、うん、それはそうだ、それはそうだよね、マジなんかもしやったら報告だけをしてくれる、うん、なるほど、ね、2、3人ちょっとやっちゃいましたけど、そりゃそうだよね、でもすぐ言ったらやると思ってたよって言われたけどでもそれは絶対無理じゃないもうそこまでやらない、そうかそうか、でもちゃんとこあの、うん、コーチには言ってましたけどね、うん、俺が何かあったら止めてくれよっていうのは一応言ったけど、うんうんうん、俺も冷静に冷静にっていつも思ってたんですけど、話してるうちにね、話してるうちに自分のが分かんなくなっちゃった時があって、ついつい乗ってやれ、それはあるよ、ありますよ、でもそうやってその落合はまあある程度そのまあ任せるとやっぱり信頼するよね、監督を、僕はね、うん、僕は信頼する、コーチはさ、やっぱりこのおっさんと思うじゃない、うん、人間だから、もうそりゃそうですよ、ね、だからそこがやっぱりこれか、あの森重落合の1年目ですよ、うん、2004年に1人も8人9人10人首切るところ全部そのままやめさせて、うん、そのまま残してくれる、うん、そのままあの選手で勝つと、うん、勝てるから、うん、で4年これ嘘だろって言ってあれだけ優勝する優勝するって言っちゃって優勝したんですよ、してるこの人すごいなと思いました、あ